ああ、ジャック・ライアン。すごいね。いや。Merhaba Leyva, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Divorce'in 16. bölümünün ikinci partini izliyoruz. En son yani bizim çocuklar direkt Sky High ile falan böyle hani yarı şey şarkısını kim daha iyi söylüyor falan muhabbeti olarak olsun böyle bir yarışma falan olacaktı. Bir geçmeden önce abi ben normalde bu şarkıyı önceden izlemiştim. Normalde direkt kanal açmadan önce haberiniz olsun. Hani buradaki performansı izlemiştim. Yani kaç ay önce. Bayağı olmuştu yani. Görüntüsü falan görüyorsunuz zaten. Bunu istiyorsanız kanalda bulabilirsiniz. Kanalda izleyebilirsiniz. O yüzden ben hani gördüğümde aa falan şaşırmalık bir durum olmayacak. Çünkü önceden ben izlemiş olacağım zaten. Demek istediğim o. Direkt geçelim abi. İzleyelim. Bakalım nasıl olmuş görelim. Daha fazla J-Pop veya D4STAN'da video istiyorsanız video beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Ah.俺のイメージはオッケー、ショート。344になってて、で一列一列一列に重なって、ただ一人だけ出てて歌うっていうやつか、部員のそ立つのよ。場でみんなが僕なんか笑われたっていう表現なんだけど、笑われたって難しいじゃん、こうやって、だから目を向けられないっていう、高校生の表現がこういうふうにバカにされてるっていう。だからその一人立つとしたら、その背を向けるめっちゃ当たるやろ。して、一人がなんか歌って、ちょっとなんか踊りながら茶化す、その人の周りをこうやって。えっ、出てきやつ飛ばしたな、もうあれだ。なんか居場所がないみたいな、端からで居場所がない、行く当てもないみたいな感じで、なんか通路をこうやってやりだしたら、みんなも本気になってるのもあって、結構自分に任せてくれ、いい意味で任せてくれるところがあるので、それに応えたいなっていう。今この合宿を乗り越えてきたメンバーだからこそ、まあ多分この11人が誰だ、この合ノー宿をキ乗りネ。越えてきたメンバーだから、ワンそう、ダエラルキ。この11人が誰だったとしても、1時から参加した人だったら多分こんぐらいの団結力になってたと思うので、その中でもクリエイティブファースト、アーティシズムファースト、クオリティファースト、お金備えて集まれた11人っていうのは、それも本当に最強だなと思うので、それをしっかり出したいなと思います。久しぶりにその自分のダンスを解放できて、1ヶ月ぶりぐらいに解放できたので、楽しいのと同時に、やっぱ久しぶりにやるとどんどん湧いてくるので、今一番いい状態かなと思ってます。鈴よの上。ラナナ鈴よの上。あらびるかよせ。よら。その先でや、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ドド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 、そう。基盤を作ってくれて、最初のこう、バーバラの立ち位置なんですか、すごい感じで、なんか本当に少女合宿や。集結したぞというか、各々が通過してここに集まってきたぞって、合宿で同じ空気吸ってるぞというなんか雰囲気の構成で、すごいなんか、本当に集大成っていう感じの曲になりそうです。ソータ君が作ったのをもう全力でパフォーマンスするっソてータ、いうソーのタが夢だったんですけど、それがやっとこの合宿最終でー。できる、プラス日高さんの曲でできるっていう、もう宝箱のようなね。ビラリ。僕の足りないラップに費やす時間も僕は一番欲しているっていうのが、すごいああ、バイアス時君間と。が物足りないなっ
Tiffany var çocuk. Acaba ne kadar süre geçiyor Deforest'ın üzerinden? Şey olarak performansta. わあ。やっぱラップが声が取るようになったっていうことを言っていただけて、なんかそれは保ちたいなと思いつつも、別になんか特にそれに対して意識してることがないっていうのが今現状なので、なんかそこのなんかその自分のラップをもっと知って、あのコントロールできるようになれたらなっていうふうに思います。いや、ありがとうと思ったや。ゲームを見る。なるほどね。若干ちょいちょい変えないと、あなたのラップ時間ほぼ同じとこ下向いてて、待って、本物いるから、ちょっとここでさ、いや、いいんですか？ちょっとマイクでさ、ちょっとこの人流でいいので、ちょっと目線とか表情見てみ、見て見てちゃんと。怖なんてないわけがないだけど止まれない君と。Birileri de orada bekliyor orada ha? Kıyamam. Bu da bu seyçoğu sonu odori nagara ötü diyor. Seyçoğu doğuca niye? Ya şimdi sıra Juno'na geldi. Kıyamam ya. Aa, hadi Junun, gambare. Üse. サビの振りが結構難しくて、それ以外の構成は結構まあ覚えてるんですけど。そのサビの振りがまだ全然ダメなので、そこを覚えるっていうのがやっぱり審査までの課題かなっていうのと、また明日これの倍くらいの構成と振りが入ってくるので、そこも覚えなくちゃいけないなっていうので、まあ、結構また頑張ろうっていう気持ちです。ジュノン zayıflamış ama tamam gıdığa gitmiş gıdığa。あ、はい、ジュノンや。カッカでここでカを多分揃えたいですから。こっちの。こっちの。四個太鼓鳴らすイメージの方が多分。どうどう。こっちが綺麗になる。どうどうどう。タタタ。どうどうどう。タタタタ。タタタタタタ。ずれたもっとかっこいいとこある。ずれた時にはさ、お腹にして状態がこんなにすぎるとダサいから。あ、そう。少し耳のバランス。こう。レレレレレ。あ、これか。こういうふうに。そうですそうです。いやあ、ジュノン。ほぼいい。初期出るべ。
てほぼパーフェクトみたいに言われて、めっちゃ嬉しかったんですけど、まあ、まあ直されるとこは一応あったはあったんですけど、その一番大変だったパートのところがほとんどできてたみたいな感じだったので、なんか成長してるんだなっていうのも思えたし、なんか嬉しかったです。いやーポンチアクセントつけて抜くところもっと抜けなんだ、はい、どうせ飛ぶなら高く、他のやつらじゃ到底追いつけないくらい、やば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 い、eğitmen olması yani ona bir şeyler katmış anlamına gelmiyor. Okay, Reiko? Yaparsın ya.いや何をかけてるのかとか教えてもらったときに、再現性がないって言われたときに、再現性がないは、あの同じことをもう一回やってって言われたらできなくなっちゃうっていうことは、なんかそれってなんだろう、ずっと悩んでて、それ正直まだ掴めてないんですけど、自分のレベルが問題は問題は大丈夫、成長してない。なんか本当に悔しい気持ちで、流れ星を掴むように空を駆け、今日は自分の中で歌で新しい発見があったので、うん、要するに準備か、流れ星を掴む、まあね、もう一回ちゃんと違う。この男は腹が使えてなかったかもしれないですよね。お腹を押すとお腹に自然に近い。こう歌うときは友達に押してもらったり自分でグッてやったりして、お腹がしっかり使えるようにしたいです。チョキ。歌って。かわいい。使うなんてこういうことか。そういうこと。It's not too late.Never too late to fly. Please don't waste my time. バッチリじゃない？これ完璧じゃん。I know this is the only way. ここでやってもいい気がするんですよね、日高。再現性があったら素晴らしいねみたいな感じに話してくださって、ずっとそれで、あのこうなんか難しいなって思ってて、でも今日I know this is the only way! 何回も同じことできるっていうのは素晴らしいね、うん、再現性がある。もう練習してきました練習っていうか、うん、それが何かを考えてきました。そうだね、発声にちゃんともう言語化されてて、なんてか分かんないんですけど、うん、今までそれが難しく感じていて、今日はこうやって歌ってこうやってやってっていうのが簡単に感じれて、わかんないです。でもできるようになったことは確かです。はい。もう一回言ってみよう。せーの、こわせてもせせ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 せ Lol. Harbi yemin ediyorum ya. Doğru söylüyor. Matte matte.
Ben Naruto run oldu bir anda.要所要所で楽しませてやろうというのに自分を見せてやろうという気持ち。ああ、余計あゆる。違うことだと思うんだよね。危ないです。それは危険な要素です。はい。あなたの独特な歌い方や独特なダンスの癖というのは単なる癖というところから少々っていうところに確実に進化したと思っています。勝負って言ってしまったら僕たちも一人一人のアーティストで個性が爆発してるから、まあ、負けないんじゃないかみたいな11人で揃ったらっていう気持ちはありますけど、うん、でも今回は kimse elenmiyor herhalde bunlara gözüküyor。前はそのね、まあその目に見えてるそのムーボン対ビーフリーとかだったりとかもあったからっていうのはあったかもしれないけど、今回に関してはなんかもう11人でやるパフォーマンスじゃないですか。そこら辺は不安にはなってる要素ではあるんですけど。スクンジュースクンジュー、もう最終的なやっぱ集大成。アナメシーズンヨーニウェイ11人だから最後そのみんなでその形を少なくとも最高なものを残せていきたいな、残さなきゃいけないなっていうなんか信念感じゃないけど、11人で作ったものを自分のパートは全力で個性出してっていうのをもうするしかないかな、するだけかなって思ってるから。I'm ready to go。 I'm ready to goI'm ready to go。 I'm ready to go。 ぶち破ろう君と。 めっちゃいい。 今のめっちゃいいからさ、 今体に入れて。 1、2、3。 I'm ready to go。 ぶち破ろう君と。 めっちゃいい。 違うパターンだよ今の。 今のもいいね。 優しくいくの。 そうでしょ、全部アインはだってのになったでしょ。スカイアって言えなドラムや、スレッグでおいなく。できるところを最大限に引き出して、残り少ない時間ではありますけど、いい時間。パルソンズ、パルソンズ。濃い時間に。頑張れ、頑張れ、ファイティング。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃ。パフォーマンスしたいなと思ってます。真面目な性格です。ああ。やまれた。水のピッチングもすごい性格で、ダンスもすごいストレートで。歌声だけで人を感動させることもできると思うし、さらにそれにどんどんと色がついていったらどんなに面白いことになるだろうと、いつも思うんですけど、やっぱり感情がむき出しのマナトがもっと見たいなと思っております。 It's not too late, never too late to start。 逃げやしないさ。だからさ、うまいのよ。うまいんだけどちっちゃいのよ。さらっとしてて風みたいなんだよ。あんたノリっていうのはな、ワン、ツク、ツー、ツカ。ただこれがつったか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 歌うと飽きるんですよ。じゃあつったたんすかすかすかたんつったたんすかすかすかたんって広げないで一拍を。えらいらい。手にならずにこうアクセントをつけて歌ったりとか、こう色付けというかそこに一つ表情が足されることでこう自分の課題になっているそういう安定感プラスもう一つ何か個性とかを出していく。Şarkı katması gerekiyor. Doğru. Bu olması gerek. 思いました。Never. とか変な顔すればいいじゃん。Never。 もう少し毒持たせないと、なんかさらっとしすぎ、さらっとしすぎ。はい、わかりました。はい、顔でもやれ。はい。It's not too late, never too late to start。 逃げやしないさ。ゴールなんて見えない、果てない、このタフ君と俺の行く先なら同じ。まあね、でも私はこれに顔を足したいんだ。これに顔を足したい。ゴールなんて見えない、果てない、このタフ君と俺の行く先なら同じ。はいはいはい、どう？うん、だいぶいい。なんか結構その安定したものを本番で出せるのと同時に。biraz daha yüz ifadeleri, göz ifadeleri lazım. Ondan bahsediyor herhalde. 自分の課題の表情とか色付けだったりとか、そういうのをこうできれば
いいなというふうに、思った一日もありました。技術の引き出しとして足りないところも今回知ることができました。怒りとか、はい。先生を見てんだけど、なんか舐めて見てる感じでいいので、はい、ははーんみたいな感じでいいので、はい、ちゃんとこうしてみたりとか、一回わざとらしいパフォーマンスをここで入れておかないと、はい、本番で絶対できます。One, two, three. 風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。今の表情がついてたからこそ今のフレージングになったのよ。はい。やっぱ本当。真剣なね。数時間で人の歌を変える力がある。ニョンニョン先生を尊敬しかないですね。その炎を燃やせ。うまくないですか？ね、めっちゃうめえ。どうした？ま、なんか前飛ばないんですよねとか言ったの昨日じゃなかった。うまーい。みんなスキルが伸びてるのもあって、料理先生がうまいじゃんっていう感じが増えてきたのがすごく印象的で、なんかこの合宿での成長をすごく感じて、ちょっと嬉しく思ってます。コミュニケーションがあんまうまくなくて、一人でずっとやってきたっていう面もあって、めちゃめちゃ肉体。やばいやばいやばい。パフォーマンス力がえげつないですよ。ね？やばいやばい。ジョクターだる。ありがとう。ありがとう。君が泣くと思われる。わあ、ノーやわ。Ben yenirim, gel. Helal. Rui biraz daha böyle kendini açmış gibi hissettim. Hoşuna gitti yani. Yaşa! Kaçı? Şöyle Hidaka sandı o. ヘラルヘラルノーリワンノーリワンねえ、スカイムバシカシャークルだ。ダンス etmenin bu da。マラトです。ノーリブだ。デリア、スカイダマレ、はい。基礎練習は絶対に必要なことだったので、ジュノンとかレイちゃんとかルイとかにも必要なのは当然なんだけど、それだけじゃなくてやっぱ。ソータとかですらやっぱあのレベルになっちゃうと基礎練やる時間ないんだよね。自分で部屋でやるくらいしか、結局そのレッスン教えないといけないし、振り考えないといけないしってなると、やっぱみっちりこんなに毎日基礎練やる時間って絶対取れないんで、やっぱりやっとくのは本当にいいことですね。
ないから基礎の向上で1日やったら1日分その筋トレとかストレッチとやっぱり一緒で1日やったら1日分基礎の能力が身につくし1日サボったら1日サボった分落ちるか ら、 だから自分も本当に過去最高に今クオリティが上がってるんで偉い。ランランスカイ作ることが多かったのに、5位っていうのはやっぱり根本的な技術量でいうとまだ足りてないことはとても多いです。ダンスだったり歌だったりで。あーやる。あの日夢物語と笑われたその夢を超えるため走り出そう。あれ重いよ。バヤイスリアただしちっちゃいな、こういうの。バラリロロロリララ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 ラロロリララララララ。あれ、重いね。もう一回マイクに入れろっていうの。あのね、フレージングはとっても良かったの。だけど、マイクに声を入れるっていうことを知らない。はい。全部マイクに入れろよ。しかも多分爆音で流れるはずのこの曲だと、なんか男らしくてね。だからそうなるとあなたたちの声が負けちゃうので。はい。Nasıl demek ki çocuk ya? Sonuna bakıyor, sonuna bakıyor nasıl böyle direkt yüzü ifadesi değişiyor ve dikkati dağılıyor ya. Çocuk çünkü daha. Kıyamam ya. Performans no men de mo 意外とその helal. 体感をずっとしてたのして今回の合宿では結構してたので。ちょっとブレないようになってきたかなと思ってるんですけど言い訳になっちゃうんですけどやっぱり13歳だし体力がみんなにあの置いてかれるというかみんな体力化け物すぎてついていけないんですよね。だからそこをなんとかついていかないといいパフォーマンスいやー作ってやっブロ大丈夫個人の問題は一番はそこですね。そこが一番の目標です。スカンティアク Tamam. Tatlı. Kapatırız. お前のものさして測れはしない。なんでさお前のものさして測れはしないの同じ顔なの。細やかなことをもう言ってくからね。はい。お前のものさして測れはしない。はい。それでおかしいのは全部がでかいんですよ。ああ。もうわかるでしょ。どうしたらいいと思う。どうしたらいいと思う。お前のでしょ。お前のものさして測れはしない。俺測れはしないのもどっかにアクセントついて一番立たせるとこはどこなんじゃ。は、僕は測れ、はとでにし、あ、測れやしにしました。測れやしないだね。測れやしないもっと測れやの、やどうでもいいから、やどうでもいいから、測れやのや、測れやしない。彼もいらないの、測れの彼もいらないの。ジョキ測れやしない。すごい良くなってる。はい、すごい細かいところにやって入れるのが2回目のいいところよね。ちょっとメモらせてください。この前はすごく悔しい思いをしたんですけど今日は本当にすぐ噛み砕いて、いやなんか本当に今日は一日歌は全体を通してすごく成長する鍵をもらえたなっていうふうに思ってるので、お前のものさし計れやしない。なんか変わり見えるよ、見えるよ。うわもうよない。うわっもうよな。
なんでやない邪魔オッケーカメラちょっと分かるんすよんロッなーなーわーつオッケースカイスカイやばいまやちょじがりちてややばい。そこまで歌える才能を持っているのだから、パフォーマンスで踊りながら歌うときにコントロールしてほしい。これは、うん、高いハードルでもあるし、同時に最低限の課題でもあります。It's not too late, never too late to start。ちょっと音が落ちて、落ちて静かになるところ。はい、横にさふわっと美しく歌え、いいね。歌い方とか発音とか発声とかねをこうやっていったんですけど、まあ、まずしっかりとダメ出しをされてですね、スクンティアグスクンティアグラン、いい、私踊りできないんだけど、いい、はい、もうすごい粘ってスクヤマックいかだぞ、違うの、違うの、もう私には見えるの、あなたはここだけで生きてるの、あなるほど、すごい下にカーンって落ちた声がないの、もっと踊りながら歌えと言われたんですけど、いやーくいやまあ、実践していこうと思っています。眉毛で語れ、目の縁で語れ、 It's not too late, never too late to startスタートスタートスタートほらスタートほらほら今、はい、口閉じないでさ、語尾口閉じないで口開けたまま聞いたらめっちゃ喜んだのよ。えっ気抜くなよ、聞いてる方も、はい、待てやしないさ待てやしない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 、はい、待てやしない、待てやしない、はい、待てやしない、待てやしないささあさあ待てやしないささあ、今のいいよね、うん、めっちゃいい、今のいい、さあさあさあキモキモキモ、やはりピッチの悪さが気になりました。難しいシュンドその根本的なところでどうしてもつまずかないでほしいというのは思いました。 1,2,3,4 色の見えない言葉聞き飽きたよ、色の見えない、色の見えない、E のピッチは当たった方がいいな、カモン、で、開けてからこれ、こんなとこはバレカル伸びようだ、色の見えない言葉を聞いたよ、それだと色のって綺麗に歌ってる時間がないので、はい、色のアタックでハローしたの、はい、あ、そう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 、はい、その方がマイクで、あとマイクに入れろ、これ、はい、ワン、ツー、スリー、色の見えない言葉リダルタタタタタラタンバババラララ、旅館の女将、はい、旅館の女将、はい、早めに入る、はい、早めに入る、はい、色の見えない言葉聞き飽きたよ、いやどうして顔変えないのかしら、どういうことかしら、私表現力の先生なのに、もう一回お願いします、ワン、色の見えない言葉聞き飽きたよ、ほらね、それだけでアクセント作るでしょ、めっちゃオッケー、ほらだから色の見えない言葉聞き飽きたよってどうしてつなげてるか、ね、そうでしょ、色の見えない言葉聞き飽きた、聞き飽きたよ、はい、アクセント、ワン、ツー、ツー、ツー、色の見えない言葉聞き飽きたよ、わー、いい、めっちゃかっこいい、はーい、もう撮ったかしら、毎回そういう時に
今のがめっちゃいいので変わらんやんっていうのは思いました、率直に。うん、なんか楽しみに行こうとも思いましたし、まああと残り少ないからもうできることをいろいろやっていこうっていう気持ちになりました。頑張れソロアーティストとしてやってきた経験値が今のあなたのアーティシズムやクリエイティビティを支えていると思うんですけど、ショータマングループとしてのクオリティを見たときに、あ、ひょっとしたらネックになってくることかもしれないです。振りにニュアンスが出た時の周りとのちょっとしたズレ、そういったものは少し目立つようになってしまったかもしれません。いや、ケモ考えすぎて全然、いや自分が出す、あーやーし、おう、じゅう、まぁ、いけるいける、腰がなくなってる、やばい、腰がいけるいける、あってる、そう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 、一回忘れて、ちょっと曲げて、うん、順位は上がりたいなとは思ってますけど、ぶっちゃけ今はその音楽ファーストに考えてパフォーマンスに専念しているので、誰よりに勝ちたいとかあんまないし、ただ11人でいい作品を作りたいから、ソータが作ったものを全力で、まあこっちからもアイディアを出して一緒にクリエイティブする。まあソータが引っ張ってくれてるのは確かですけど、そこにちょっと自分のスパイスを加えてみたり、誰かのを入れてみたりみたいな形で作れたのが11人らしいなと思うので、きっと作りが完成するのかなと思って。おお。おお。ヘララン。Bu ne ya? Relay dans gibi. Hoşuma gitti ama. Acaba bunun bir videosu falan var mı? Relay dans gibi olmuş. Aaa gösterimden bir gün önce. Wow. Hadi bakalım. Kanka, bir tane bir tane kosya yıkaşı tutu. Kanka, minna da minna da tameni. Performans dekili yana. Arayın ne yapıyor 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 ne皆さんに伝えていけたらなっていうのは思いました。いいじゃない、ダンスって楽しいなって最後の最後に感じられ感じたので、なんもない、すごく良かったなって思います。本番に実際にしっかりとどうしたしっかりと、パフォーマンスをしていきたいなと思います。なるほど、トゥーレイコレオグラフがやばいっす。いやもうあれはもうやばいでしょ、やばいっす。いやー、そうじゃのむ。やばいでしょ。かっこよすぎますよね、本当に。難しいんですけど、覚えやすくて、で、見た、終わって、動画撮って見た時のすごい感動もすごくて、本当にすごいものが出来上がってるんじゃないかなって思います。やっぱ今この自分のいる環境というか、今いることが普通に、ああ、そっと、マイバック。改めて感じることができたので、うん、しっかりと明日は、もっともっと気を引き締めて、やパルスの続かりやパルスの頑張れ頑張れ、ステージングにして明日マジで命がけで頑張ろうかなと思ってます。この合宿がどれだけ濃かったとか大切だったのか、どれだけ自分たちが成長できたのかっていうのを伝えるには本当にもってこいのパフォーマンスにできると思うので、それを信じて、もう自信持って、ノイはここまで来たから、ノイはあってせらんの。基礎とか、もう焦らずに、ラッツーレイズ、ラッツーレイズ、ぶちかましちゃいます。ラッツー。ほら、オッケー。君と、
も重要よ。ノンラン？Allah. Reika. おい、歌うね、あやあやたまユーザーファーストをがっつり完成させて、はい、我々全員天とか直樹とか俊介とか大輝とか、はい、あのこの合宿1ヶ月15人でやったものの集大成ぶつけて、この合宿は絶対に間違ってなかったと、はい、あのいいものだったと、絶対この日本に必要なものだったっていうのをやったものの直樹とか俊介とかがっつり完成させて、はい、合宿間違ってないっていうのを世の中に証明する1日にしましょう。あー大輝直美俊介おやまおーあ、わかるama tiyatro gelmişler ha? Tamam. Güzel yere benziyor bu arada. Tamam. Ne acaba? Bundan sonra ne yapacaklar acaba? Onu da merak ettim. Zaten görmüştük, izlemiştik de. İnsan yine bir farklı geliyor tabi. Işıklar falan fena duruyor bu arada. Ay. Demiş. Gözleri. ついに来てしまった。合宿がもう終わるんですよ。いい、ギザンドルやいわゆるあの1ヶ月に読んだ合宿での課題の発表であり、合宿の3回目の審査日っていうだけの日だったんですけど、やっぱその想像以上に団結力とかすごいこう陳腐な言葉になっちゃうけど、ものすごい強い絆が生まれていて、当然自分も含めた現在の12人。Oğlum daha değil mi, sadece geçen ay bir sadece The First'e mi çalıştılar, başka bir şey yapmadılar mı? Ne kadar sürdü hocam, merak ediyorum bu arada, çünkü bayağı uzun sürmüş gibiydi yani. O maden o cinsin bir tane şutayseyi o bu kagel hi mitayin narimashita. Nanka 何を持ってくるんでしょうね、今の彼らは。まあ、ただそれが素晴らしいものであろうことは予想に難くないですけど。ねえ、あれだわ。人生をこうかけてる彼らに真摯に向かい合った時に、自分も人生をかけている以上、そこでこう。いやー、そうだわ、ポイチキャラや。そういったことがあってはいけないし、
それこそ彼らに対する冒涜だと思うので、シビアに続けることに対しては迷いや不安や悩みはあるけれど、そこはもう最初に抱えた強い意志が絶対に揺るがせないことだけは確かですね。ザ・ファースト合宿最終審査バーサスプロアーティスト、プロのアーティストの楽曲をゲゼルドンシカンマンコピーするのではなくて、自分の言葉にして自分のメロディーにして自分のパフォーマンスとして作り上げて披露してもらう、この合宿最後のパフォーマンス。Eğitim kampından sonra bakalım ne olacak。最後の11人登場してください。Vay vay 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 vay. Çok iyi gözüküyor lan. Ben bu arada dediğim gibi performansı önceden izlemiştim. İmam adı deva içben setto raşi setto da tomu keredo. Do desu ka? Nen ka stage ga honkakuteki sugite totemo kinchou shite imasu.龍平はいよいよラストですけどどうですか。やっぱラストの審査でこういったステージを用意してくださったことに本当に感謝していて、やっぱこれからデビューした時にこういったステージでパフォーマンスをする際にとても今回学ぶことがたくさんあるんじゃないかなと思っていてすごく楽しみです。マキージバイグジョンシュパラメイカブ、いや本当に、びっくりしてます。本当に素晴らしい、パフォーマンスをする舞台を用意してくださって本当にありがとうございます。本当に、ワクワクしてきました。最高なものを、みんなでここのステージで披露できるように全力で頑張ります。お願いします。イエスラン、はい、合宿審査の最終審査に本当にふさわしい場所だなと入って思いました。ここからが僕たちの本当のスタートだと思って、このステージで自分たちがまず輝けるようにこの11人でしっかり最高のパフォーマンスを見せたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあソータ、予想以上の大きさでまずびっくりしたっていうのが、いやー予想以上の大きさでまずびっくりしたっていうのが単純に今の気持ちなんですが、本当にデビューが決まってない状態の審査状態でこんな素晴らしいステージでパフォーマンスできるっていうのは本当に日高さんはじめ関係者の方すべてに感謝してます。ありがとうございます。本当にでも僕たちがやってきた努力だったり残してきたものを発揇できればこのステージに見合った、11人を見せれると思うので全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。シュント、はい、なんや、ここに来てから初めてなかなかカーボドクターや見たので感動してるし感謝でいっぱいだし本当に、楽しみで、仕方ないです。でもその楽しい気持ちだけじゃなく冷静に抑えて、今日は、みんなと息を合わせて、しっかりと、パフォーマンスしたいなって思います。お願いします。楽しみにしてます。翔太、はい、この大きい会場で僕たち11人の音楽が全部に行き渡って、さらにここじゃ収まりきらないぐらいのパフォーマンスを見せて、こいつらにはもっともっともっと大きいステージで歌わせてやりたいって思われるようなパフォーマンスを見せれるように僕たち一人一人が頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。レオ、はい、正直本当にびっくりしているのと同時に11人でこの大きいステージでパフォーマンスできることをすごく察しとるかなしてますし、なんか一人一人パワーがすごく強い11人なので一人一人のパワーを掛け算して11人のパフォーマンスが本当に
爆発的なものになることを期待しててほしいですし、そのパフォーマンスを必ず僕たちはします。よろしくお願いします。お願いします。あれ、heyecanlıyım. Ben bilmeme rağmen inanınca heyecanlı. 入ってきた瞬間本当にすごい大きなステージで、本当にびっくりしました。本気最終審査ということで、まあ合宿の、集大成、まあ自分の成長できた部分と、みんなのこう一体感というか、本当に11人で作り上げたんだぞというステージを、皆さんに見てもらいたいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。レイちゃん、はい、最初入ってきた時にこんな大きいステージだとは知らなかったのでびっくりしました。で、一つ思ったのが今はオーディションだからこう観客はいないんですけど、観客がいたらどれだけ届けるんだろうなって、今想像しながらずっと空いてる席を見てました。今日は人がいたら11人全員でもそのいる人、もしいた人にしっかり心に響くようなパフォーマンスができたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ジュノ、ジュノ、はい、正直このジュノのカバカルマスンや曲に言うすぎん感が増したんですけど、今までこの11人はいろんな本当に最初から二次審査から続けてパフォーマンスしてきて、buradaki saç stili bayağı iyi bu arada. Keşke böyle takılsa bence bu arada. Böyle takılsa çok güzel olmaz mı abi? Saç falan mükemmel değil mi? 会場だと思うので、本当に今までで一番最高なパフォーマンスをしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。レイちゃんちょろっと言ってたけど、まさにここは普段はお客さんが入れられる会場で、この距離でこの人数っていうのはなかなか迫力あると思うんだけれど、今日は俺一人です何人にお客さんが増えても結局その俺と同じような一人がいっぱいいるだけだから、それは忘れないでほしいなと思います。今日俺一人がぶちやられた、何人にお客さんが増えても俺一人です。まあ何人にお客さんが増えても結局その俺と同じような一人がいっぱいいるだけだから、それは忘れないでほしいなと思います。今日俺一人がぶちやられたら、何人に増えてもね、一人一人、ちゃんと丁寧に音楽届けるつもりでやってほしいなと思うし、デビュー前の最終段階としてふさわしい形なんじゃないかなと思います。全身戦い、何とぞ全身でよろしくお願いします。お願いします。Bir aylık, ha? Bir ay boyunca. Tamam. Tamam. Bir ay boyunca iyi ya. Sky, Sky. Ben performans biliyorum bu arada. Tekrar söyleyeyim.
手すりの上。行こう。何者でもないさなぎのバラバイ、ここじゃ終われない、終わる気すらない、ゴールなんて見えない、果てない、この旅君と俺の行く先なら同じ、どんな過去があっても今日がスタート。カモンショーター、怖くなってないわけがない、だけど止まらない、君と俺の生きた意味は空の羽に刻む。 It's not too late, ever too late.しないさ。ねえよね、かく。君と。Alacak Sky biliyorum. それをこう体現してくれてとても嬉しいっていうのが一つなんだけど。いやー、ノブは？あー、スカイバヤ gergin ya, çok gergin. Ne? Ne oldu acaba? Ne geldi lan? Ay, merak ettim. Ne gelmiş olabilir ki? Yavaşça. Eski üyeler mi geldi acaba? Çalışanlar mı geldi acaba? Yani elenenler mi geldi acaba? Tam olarak emin olamadım. Bütün elenleri falan çağırsam mükemmel olurdu bu arada ya. Ama tabii hani öncekiler falan olsun. Çok fazla kişi var. Çok fazla bağ kurulmayan kişiler de var. Bilmiyorum, hani bu biraz tutarsız olabilir. Garip bir durum. Neyse abi, videonun sonu diyelim. Daha fazla D4'dan video istiyorsanız veya J-Pop'la ilgili, video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulunursanız sevinirim. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Bay bay.